皆様こんにちは。オーバーウォッチの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。目の前にですね、今年の頭に引きましたおみくじがあるんですけれども、いつもおみくじで思うのは、待ち人って何でしょうね。待ってる人、まあ、つまりなんかこうなんだろうな、意中の人とかそういったものなのかなと思うんですが、縁談っていう欄も別にあるじゃないですか。待ち人って何でしょうね。まあ、とりあえずライバルプレイはやっていくんですが、待ち人ね、ジャンクラット。ちなみに自分は神田明神で引いたおみくじでは吉でして、待ち人来るとも遅し、だ要は来るけど遅いってことなんですよ。縁談は男は多くて困ることあり、つまり男だったらいっぱいありますよ、むしろありすぎて困るぐらいですよっていうことなんで、ちょっと矛盾があるんですよね。まあいいと思います。出産やすし安心すべし、まあ、あんまり嬉しくないですね。まあ基地なんですけれども、それなりにはいい内容ではありますね。ただ旅行を注意して立つべしってあるんですけども、この動画上げてる頃は多分まさにタイにいる頃だと思いますんで、注意できてるんでしょうか。すいません、現地でひどい目に遭ってたら申し訳、小学校と言わざるを得ませんね。ロードホックやっていきましょうか。なんか最近ロードホックばっかですけどもね。ロードホックなんかアップデートがあって、相手をチェーンで引っ張るじゃないですか。で、必ずチェーンで引っ張った後正面に来るようになったらしいんですよね。つまりどういうことかっていうと、右側に穴があるときに正面に引っ張った後右側に向くと穴に落とせるらしいんですよ。こうしてこうみたいな。でも振り向きが遅いな。どうもどうも、ちょっと待ってくださいね。あーでもこんなもんか。まあでもね、なんかあんまり落とすこと意識すると動き硬くなっちゃいますよね。あれ難しいなと思って、なんかやられてる時はいつもそのロドークいいなと思ってましたけど、やる側になるとなんか待ってるの結構しんどいですよね。お、どういくの、こうか。お、死ぬ。きついやばい、すんげえ強気だな。痛い、無理すんげえ吹っ飛んだ。俺はロードホックじゃないかもしれないな。ちょっとまあ1戦目はホックを使ってみますが、2戦目別のヒーローを使ってみましょうか。ジャンクラと、あー結構ファラが刺されそうなメンバーですけど、でファラ全く使えないんだよな。ついなあ。あー無理か。ちょっとハルトの後ろからしっかりとやらなくちゃいけませんね。結構減るんだこれ。なかなか取れませんね。お互い正面からがっぷり四つっていう感じなんですけれども、ちょっと強さに差があるのかもしれませんね。あいだねえ、マジ通行人 A みたいな状態になっちゃってますね。痛いです。あ、またウルト溜まってくれた。さあこれはいけませんよ。スタコラさっさと。ハルトの方の後ろからやりたいんですが、そうすると相手のハルトも正面だっていう、そこ難しいですよね。マジか。死にますね。さてさて、これはどうするか。
悩ましいところではありますが、味方がどんどんやられてますね。パクパク、ロードックはやめましょう。となると上から行きたいな。上から行きたい。でもファラ使えないからな、まあ、今はロードックの練習中ですからね。あ、でも普通にトレーサーとかやってみましょうか。ジャンクラット以外には刺さると思います。ジャンクラットはちょっと気をつけなくちゃいけませんけど、まあそこぐらいはなんとか。相手ロードオークいませんでしたしね。ディーバとザリアとハルトでしたから全然いけますね。これで死んだらすいません、味方の方。こちらに集え。無理、こちらに集合。無理です。えっちょふわついてると早いな。一撃目標がアクティブになりました。どうしよっかな。たたたたキッチン、はい、お仕置きが必要ね。それジャンクラやらないと話になりますよね。仕切り直しだね。いって一撃、あれこれ一発でしたっけ。あれ体力でも今マックスだったのに。出て嫌だな。目標に向かえ。治療開始。いった、いける。ちょ、やべえ、みんなやられてる。何があったし。ついな、この状態だとひたすらするぐらいしかできませんからね。お、ゲーム離脱は味方ですね。ハルト倒したい。無理か。この56とも、あ、おお、楽しんでらっしゃる。楽しそうですね。ダメですが、となるとジャンクラットかな、やっぱり。あれなんだ、出たり入ったりしてますね。サバが不安定という可能性が 1% ぐらいありますね。さてさて、トレーサーダメだったし、リーパーとかありかもしれませんね。もうまたお説教。5 4 3 2 1、まあ、なんとかできるだけキルを取っていけるようにしていきたいですね。あの博物館のような失敗はもうごめんよ。
マジか。うわすごい声出ましたね。かわいいな。本当海ウイドウは罪深い存在だと思います。かわいいんですよ、それが良くない。おいきなりジャンクラッドというね結論に出てる方もいらっしゃると。体力が、あれファラいましたっけ相手チームに。歩いてるし、なぜ。ちょっと待って、一発でやられたんですけど。あれ、あすっごい一発じゃなかった、3発食らってましたんで全く気づきませんでした。もう失敗はしないなんて言わないよ絶対です。ブロッサム、あら、降りてきた、なぜ。あサッカーこればっかいや浮かったのは分かってるんですけども、かといってね上にいる相手ちょっと腹立ちますから。あまずいですよこれ。サッカー落とされまくりだな。おソルジャーの方働いてる。ウルト打つときあるかな。ホックの音っぽいの聞こえるけど、あれどこですの。やべホックだ、無理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 、助けてください。ホックは無理やっぱりね。ロードホックタイム。でも今ロードッグ本当に睨まれたらみんなカエルになりますからね。マジか、いい力フックしますね相手のホックの方。さっきまでいませんでしたよね。やっぱいてす。あでもホックがいない、チャンス。ってかウルト打ってませんね。オーバータイム。最悪最悪でしたね。早いやつにしないと。あまりにも一瞬の出来事でした。もう一戦やりましょうか、せっかくですから。ここまでささっと終わるんならね。プレイオブザマッチ。ゆっくり。正義の雨に裁かれろ。正義の雨に裁かれろ。次誰使いましょうね。もう失敗はしないなんて。よく死んだな。ですですよ。でも本当に自分のやつ一つしかない中で、ここまで破天荒に動けるのかどうかですよ。あらー、犠牲者がちっちゃいよ。できるのは自分のみです。ですからいくら冷凍中を誰も助けてくれませんので、自分で歩いていくしかないというところですよ。クイックとか最近あんまやってないですよね。おルート66、ルート66。
いいですよ、いいですか。まもなく突入します。ディーバタイム、ヒーローを選択してください。向き、うおー、個性派メンバー揃いましたね。おお、いいですね、個性派。おお、なんかまとまりましたね、随分。平和、平和。ロードホップタイム。ラシックを聞け。冗談はヨシコちゃん。しょうがないな、ダイヤのハルトがちゃんとキャリーしますよ。確かファイナルファンタジーの最新作の体験版でこんな食べ物屋さんがガソスタにあったような気がしますね。これでもアメリカですよね、ルート66。ホットドッグミート 100% ミート、絶対美味しいよな。アメリカのホットドッグの美味しさは異常ですからね。シャイグレー、ヘイヘイヘイボーイ。すんごい今バイアストライク下手でしたね。あ、いた。バリア破れたの？殴らして、ちょ、殴らして、ほら、じゃあ、おお、すごい、ジャンクラッド、トレーサーがやる。そや、ずっと立て構えてなかったですね。痛い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 、あ、痛い痛い、ベロで押されるんだ、引っかかってても。あった。なんだこれ。外した。全く立てつけてないですけどね。マジか、いろんなとこから来るな。あ、え、もうちょっと戦いましょうか、さすがに。じゃあね、この最後の一押し実は結構むずいんですよね。俺の目から逃げることは、俺の目から逃げることはできない。ほら、プダハルトがいないとみんな一網打尽です。あ、動いた。ブン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 。そして試合の中の 5% ぐらいだけ盾を構えるっていう。ショックどっちの、あ、あ、やばい、いた。どうしたどうした。うわ、全く誰もペイロード運んでないっていうね。すいません、トレーサーの方、ほんとごめんなさい。みんなもちょっと今心で謝ってると思いますよね。トレーサーが一番自由に戦いたいのにそれをさせないっていうね。やべ、仲良し、味方同士。外しました。ひどい目に遭いました。いたたたた、あちゃあちゃ、大丈夫か。1980、自分の生まれた年なんですけど、この盾の耐久度。
うちのトレーサーが。グラビトンサージ、いけるよ。はい、これ何もいけません。来ると無駄化けしたんで。おい、撃ち方始め。あ、痛い。でも車に運んでもらえるのいいですね。誰か、うわ、なんだこれ、人違いです。え、今何？さやべー、アイテム取ってから後ろ向きたかったですけど。後ろ向きながら、盾構えながら後ろに歩けばよかったですね。さっきアースショットダメでしたね。アトレスは大丈夫か。あ、死んだ。すぐ死ぬハルトで。ごめん。あ、やばい。おー、すごい。おい、撃ち方始め。あ、外した。これは最後の押し込み難しいですね。一回倒れた後さらにまた吹き飛んで、あーっていうのいいですね。ちょっと格ゲーっぽい。アルティメット使える。アルティメット、アルティメット、準備完了。これはきつい。死にましたね。やばい、かっこ撃破を一生されてますね。待って集合してっていう感じではあるんですけども、いて、なんだなんだなんだ。あー、かぶった。いてー、死にかけなんだけど。あれ、お、なんか知らんけど結構いけそう。ちょ、なんだなんだこれ。いてー、外した。すいませんでした。すんごいトレーサーのこと頑張ってる。けけー、あ、死んだ。え、すごいな、あのトレーサーの方。あたか。お、ありがとう。やべえ、味方が神すぎる。ファイヤー、今絶対死んでましたね。トラバサミからのチャージ。俺はその時死を覚悟した。だが横から天使の羽が舞い降りたんだ。間もなく敵が接近します。その名ロードホック。バイーン、バイーン、イーン。まあなんならこれ A で止めてもいいですよね。バイーン、なんならね。
なるほど、トレーサー戦なんですね。この方でもかなり活躍してらっしゃった。防衛でもトレーサーは結構嫌な立ち位置ですからね。ただこれファラが来たら崩れちゃう構成ですから、まあなんとかしなくちゃいけませんね。はい、だじゃあスプレー貼りに行くぜ。そして看板も破壊する。破壊神と呼んでください。しゃあどれにしようかな。攻撃チーム突入まであと30秒。もうちょっとしたか。よいしょ、もうちょっとしたな。ちょ邪魔しないで。よしこれでいいや。こだわりがあるのです。あ先生でもみんな怖がらせてるな。これあいつ何やってんだと。タームルですよ。攻撃チームセクター、レイロードを止めてください。心を開け。ほらほら来た。ここから地獄ですよ。ジャンクラットがいるのはまあよくわかりませんけど、きつい。なんとか。うわー、いてー。今足元あの気づいたんですけど、壊せませんでした。あーっとなりました。足元にやべえのあると思って今なんかすごい声出ましたね。あーとかなかなか30年ぐらい出したことないところから声出したような気がします。早く倒させて。あ、また痛い痛い痛い。何これ何これ。いや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 、周りのみんなも困ってるでしょうね。あのハルト一生高まるバラバラバラみたいな。でも大丈夫、僕らにはロードホークがいるっていう結論になってるでしょうね。だってほら見て、自分がいくら死んだって前線は確保できているのだよ。ああはい、すいません。あちょっと、あちょっと、まあまあまあ、あ違うわこれドラワサビだと思ったら遺品でしたよ。これジャンクラッドとかの猛攻きついな。パルスボムありがとうロードホークねえ、俺以外全員すっごい働いてるんですけど。通行人 A。 かたじけない。頑張りますよ俺も。10分に1回ぐらい盾構えます。ほら俺の目から逃げることはできない。平穏を。ほらほらほら、ちゃんと立て、あいあい。あやばい、死ぬ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 。すいませんすいませんすいません、立て構えます。はい立て、よし働いてるぜ。あいて、あーやばい。怒られちゃう、味方に怒られちゃうよ。でも大丈夫、今までみんな止めてくれてたものね。
や落としすぎでしょ。すごいな。なんだなったの。いてえちょ無理無理。無理耐えてないからね。痛い。さっきはこればっか。いてててて。いけるよー。やってやんなー。よいしょ。間に合えー。はい。俺に入れろ。あまりにもあまりにも無能すぎるハルト。いやーでもねこうやってそのまあ何やっててもなんか勝てる試合は本当楽しいですよね。いつかはね周りのみんながあれなぜか俺勝ててるななんでだろうっていうぐらい実は味方のセントスさんが超働いてるんですよっていうね第三者からの声が飛んでくるぐらいの試合を、まあ、できたらいいなっていう、まあ、できなくてもいいんですけど。いやうまいトレーサーだなー。うまいんだよな。しかしもう自分はこの時死んでいるっていうね。このトレーサーすごいね。テクニシャンでしたね。いや両ゲーだなー。両ゲーだなーということで、レートが2351になりました。では今回はこれにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。